ぬいぐるみはもう一番ダメですよ。ダメ。ダメ。UFO キャッチャーってあるでしょ。あれすごく危ないんだよ。念が、あの UFO キャッチャーのぬいぐるみたちにいっぱい入ってる。家はほら、自分が帰っていく場所だし、一回自分の心をリセットする、体をリセットするために家があると思うんですよ。お風呂に入ったら食事をしたり、そういう場所が風水悪いってもう最悪じゃないですか。回復できない。だからそういう意味では家の風水まず大事ですよ。いや、そもそも風水って帰って字のごとく風と水でしょ。この風と水って何のことかっていうと、まあ地球には五元要素があって、血とか風とか水とかって5つあるんですけど、この地球上の中で人間が一番影響を受けやすいのが風と水ですよってことですよ。風水ってとっても大事で、法医学とかね、もうちょっと勉強した方がみんな適面に良くなる。若ければ若いほどそのアンテナがすごいね、霊に対するアンテナ、霊に対するアンテナがすごい。年取れば取るほど鈍感になるの、人間って。なぜかっていうと、鈍感にならないと人間って生きていけないぐらいいろんな霊の影響を受ける。だから若いうちっていうのは良いものもいっぱい影響を受けるけど、悪いものも影響を受けやすい。風水を良くすると悪いものも影響を受けるんですか。そうですね。だから バリアが強くなる。あ、自分のバリアを強くするのが風水。風水、私たちの生活の中で特にここは気をつけた方がいいよっていう場所に行ったことある。まずトイレね、玄関、居間、寝室、キッチン、この5つです。風水で一番大事とされているのは、一番最初に気をつけなさいと言われているのは玄関ですね。この入り口っていうのが全て風水の考え方で、入り口と出口っていう考え方がある。それは玄関っていうのが家の中では入り口になっている。入り口を汚くしないっていうのが大事。なぜかというと、一番汚くなるからなんです。戻ってきた時にいろんな外からマイナスを体に付着させてるわけじゃない。でそれっていうのは体の体内にも入ってる。それが人間どこから抜けるかというと、足の裏から抜けるんですよ。だから靴が非常に毒をかぶっている。その毒をかぶった靴を休ませるところは玄関ですから、まず整理整頓をする。あの匂いっていうのが一番霊がいる目安なんですよ。あの霊って匂いがするの覚えてて、皆さん霊臭って言うんですよ。なんかこう臭いねとか、実は靴臭いよねっていうのを、あまり足の裏臭いよとかみんな言いますけど、体中の毒が足に行くのでまとまっちゃうから臭いんですよ。その霊がいっぱいついてるわけだから、それは匂いを取るために消臭スプレーをする。で消臭スプレーって実はアルコールなんですよ。基本的には水の次に霊が弱いのはアルコールなんですね。飛ばす。で飛ばすことによって、で霊がいなくなりました。だけど人間の足の形になってるじゃん、靴って。靴としてあったものが、人が履いた跡があると、またそこに目がけて霊が飛んでくるんですよ。不思議なもんだから、シューキーパーってとても大事なんですよ。普通のシューズでもやった方がいいですよ。ここに入ってればまた人間が踏んでくれると思って待ってる霊もいるので、シューキーパーされることによって、人間のその余韻がなくなるので、そこにいた、それもあの一つの方法です。でその靴をちゃんと置いてる靴箱の中にちゃんと収める。置きっぱなしにしてると、またその靴を履くと思って戻ってくるの霊。あ、そこに来ればこの人踏んでくれると思うから。生きてる人間と発想似てるんですよ。もともと霊って生きてた人間ですから。だから人間の癖、もし自分が霊だったらって考えたら分かることもいっぱいあります。まあそこでまず一番気をつけないといけないのは、その靴をちゃんと消臭スプレーする。そしてシューキーパーをする。なるべくね、安いものでいいですよ、形をキープする。そして靴箱に入れる。玄関は何も靴を置かない。これが基本です。で次、はい、寝室。寝室が大事なんですよね。なんでかというと、寝室ってね、一番大事なのはその眠りやすいってことね、あのちゃんと睡眠に入りやすい、起きやすいも大事だから、そこはあの皆さんの中で気をつけてほしいのは、とにかく遮光カーテンにして、まずはあの日が入らない、もう眠りますよ、で体が休めますよ。というのは日が入ってきたりとか、例えば外に光が入ってくると体が反応するんですよ。せっかく眠ろうとしてるけど肉体が動き出すと、魂と肉体 の行動が逆になっちゃうでしょ。これが不眠になっちゃうんです。本当に全部真っ暗にして、体にいろんな刺激を与えずに眠りやすい、寝心地のいい状態を作ってあげる。で次に目が覚めたら、バッと一気に今度体に
朝日を取り込んでセロトニンって言いますけど、特にね、なんていうかいい気分にさせるとかやる気出すとか、そういうところの部分に火を入れてあげる。だからそのためには寝室の窓っていうのはなるべく大きければ大きいほどいい。寝室にぬいぐるみ置いてるんだけど、ぬいぐるみってどうなの？うん、ぬいぐるみはもう一番ダメですよ。ダメ。人間の形してるから、霊が見れば、例えば不思議なもんで海の浜辺に行くとヤドカリっているでしょ。ヤドカリってあのいわゆる貝をみんな探してるじゃない。でこれが自分の貝だと思ったら入り込むじゃん。霊も同じなんですよ。でみんな椅子取りゲームみたいに実は探してます。どっかに人がいないかなって探してる霊いるわけ。でそしたらさ、例えばおもちゃ売り場とかにもいろんなところにもあのぬいぐるみいるじゃん。ああいうところの方にじゃあ入ればあのいいかっていうと、それ人が大事にしてないんで、まだ売られる前なんで、そこにも入らないんですよ。一番大事なのは、例えばあれで言うと自分のところに可愛がってるぬいぐるみいるじゃん。それ可愛がってるじゃん、ということはそこに入れば霊が自分を可愛がってくれるとか意識してくれるわけじゃん。つまりあなたがこの子可愛いよねと思った瞬間から、人間じゃないんだけど人の気が入っちゃってるので、そこに入っていろんな影響を与えたりとかっていうしたいです。だから人形いっぱい置いてるとその分だけ霊がいます、人形って最終的に中に人間化する人形も出てくるんですよ。そこに念が入っていくと、念っていわゆる魂と近いですから、例えば日本人形とか、例えば100年前の人形とかはみんながずっと強い念を入れてると動き出すものもあります。中には例えば髪がずっと生え続けていく日本人形とか、皆さん聞いたことありません？怖い話で、あれって本当に髪生え続けてるんですよ。でそういうのはやっぱり念が入ってる。今部屋の中にたくさん人形置いてて可愛がってると思います。多分ね、やっぱり寂しいとかね、あの一人でいたら寂しいとか、この子がいると安心するとかっていうところで念を入れていくじゃないですか。それで自分のお友達にしてますけど、できればにあの人形の寿命を決めていただいて、1年でこの世で去っていくと。どうしても気に入ってる人形を捨てたくないっていうの。それこそだから霊が入ってるんですよ。だからそうやって思わされちゃう。処分の仕方ってこと。処分の仕方は、まあ、あの神社、ね、に持って行って、あのそこでお焚き上げしてしまう手もありますよ。あの確実にしたいと思う方がいれば。ただ基本的には、今までありがとうねって言って、あのまたあの何か、ね、こう自然に戻って、どこかで誰かの役に立ってくださいとかって、でそのまま廃棄物に捨てていいです。その場合に塩を使うってことが大事ですけどね。ぬいぐるみ捨てた時に上から塩をまけば大丈夫、戻ってくることがあります。 UFO キャッチャーってあるでしょ、あのぬいぐるみの話でね。あれすごく危ないんだよ、 UFO キャッチャー。なんでかっていうと、中にぬいぐるみもちろんいっぱい入ってる、まあ、ぬいぐるみ以外にも入ってますけども、あれね、すぐ取れたらいいんだけど、このぬいぐるみが欲しいと思って何度も何度もお金を投函していくうちに、人間って悔しいってなる、欲しいって、どうしても欲しいけど取れない、悔しい悔しいっていう念が、あの UFO キャッチャーのぬいぐるみたちにいっぱい入ってるので、これ絶対取れないでしょとかね、バネ弱いじゃんとか、畜生とかね、全部入っちゃってるので、そういう意味であんま UFO キャッチャー皆さん、僕はね UFO キャッチャーの業者の皆さんに申し訳ないですけど、おすすめできないですね。あれはトイレはまず便座をちゃんと下ろしておくっていう基本ですね。抱えてたらそこから全部気体となって見えない形で家中に蔓延するわけだから、基本的には閉めてなさいというのが大事。トイレのいわゆる配管って家中に張り巡らされてるんですよ。寝室で寝てて常に自分の寝てる下からずっといろんなものが通ってるって、汚水が通ってると思ったら嫌じゃない。それを見てね、その配管が通ってるところは汚物が通るところなので、常に風水上で言うとあんまりそういうところを生活の拠点にしない方がいい。これから特に新生活始まりますので、家を変えたいとかね、引っ越しなさいたいという方は配管大事なんですよ。配管は本当にあの隠します。これごめんなさいね、不動産の方見てる方は。じゃ次、今はまあそれこそね、いろんなところにお仕事行ったり遊びに行ったり、人たちが戻ってきました。エネルギーレベルが人間って変わるわけです。例えばあやねさんが
10のエネルギーレベルで、外に出てきました。10だったエネルギーが7に減ってるわけですから、3の分を補填すればいいわけじゃん。例えば、僕がね、お父さんが、外を出て行って、3ぐらいまでエネルギーを下げられてしまったと。そしたらあなたは7、こっちは3だから、一緒に座ることによって何が起きるかというと、足らない分の自分のエネルギーを補填するのは、ある人から取るんですよ。それはもう無意識の性質、人間の性質です。だからこんだけ世の中今すごく複雑になってきて疲れやすくなってからは、今に人が家族が集まらなくなったりって、そこなんですよ。お互いに取り合いが始まるので、だから今ってそういう意味では非常に減ったエネルギーがバラバラになった人たちが集まる場所なので、エネルギーアップしやすいもの、一番いいのは実質があるのであれば自分の部屋で、例えばエネルギーを充電するとか、一回お風呂に入ってシャワーを浴びて悪いものを落としてから今に集まった方がいいかな。悪いものを落とすと、その自分の持ったエネルギーに戻る、元の木に戻るから元気になりますよね。エネルギー、木のことです、皆さん、木のことですよ。だから一番は本当にお風呂に入るが先がいいと思います。今でテレビが流れてるんですよ。あれってすごく大事なことで、何が大事かっていうと、テレビって波動を一緒にしてくれるんですよ。お笑いやってたら、あ、なんかこのお笑いの芸人さん楽しいって家族みんなが思ってたら、その後見たハハハと笑うでしょ。そのことによってバラバラになってるエネルギーを調整してくれる役目がある。だから今ってテレビが流れるんですよ。今はもうテレビも見なくなっちゃったしね、共通のものが減ったと思うんですね。でそのことによって余計バラバラ感が出てる。だほとんどもう今の意味がなくなっちゃった。でも現代はもう今それじゃないので、それを昔に戻してもらいたいことじゃないですよ。これ現代に合わせなきゃいけないので、そのためにはやはりなるべく実質でエネルギーを補填する、もしくは一番戻ってきてシャワー浴びたりとかしてマイナスを落とす、次に自分のエネルギーを充填させるっていうふうにして、それから家族に会うっていうふうにした方が、家に戻っても楽ですよ、皆さん。僕はそう思いますね。次、キッチン。まず一番大事なのは、洗い物とかそういうのを常に置きっぱなしにしない。洗ってないの？はい、要するに食べ物とか汚れに対して霊が大好きなんで、すぐ飛んできます。昔、もう今500年前、600年前に亡くなった霊もたくさんいますけども、そういう人たちって多いんですよ。だから食べ物の匂いとかね、人が食べた食べ残しとかにこうすごく魅力を感じて寄ってくる霊がいっぱいいるんですよ。シンクの中に霊が溜まってるのが見える時があります。とにかく食べ残しとかねはまずすぐ捨てる、破棄する。で洗い物をして拭いてすぐ、いいです。濡れたまま置いとくのもいいです。はい、めんどくさいですけどね、すごく。けど風水で考えたら絶対大事です。あとは意外と皆さん気がついてないんですけど、刃物、必ず使った包丁は歯を見せないってことが大事です。包丁って出されたままだと危ないんですよ。それを見て、それこそ亡くなった霊が取り付いてその刃物を持たせて何かさせるっていうことはあります。刃物に霊が飛んできて、その刃物を見せて自分にいろんなことをさせようとする。だからキッチンは特に刃物多いでしょ、ハサミもそうでしょ。そういうのは必ず目にあるところに置かずに、なるべく自分の目につかないところに隠すのが大事です、キッチンの場合は。清潔にするってことは当たり前のことですからね。だから風水って言っても単純に風と水だけじゃなくて、いかに人間生活をして、毎日のリズムの中でね、体をより良い状態にして悪いものから影響されずに体の物質も活性化されるっていうのが僕は大事だと思っているので、やっちゃダメなことを聞いたと思うんですけど、逆にやった方がいいこと、この今の時点での音声のその3次元世界で一番最強なのは